皆さんこんにちは。ゼルダ無双開発プロデューサー光栄テクモゲームスの林です。本日はゼルダ無双に関する情報を直接お届けします。早速ですが、本作の最初のステージを使ってゼルダ無双のバトルがどのように展開していくのか少しご紹介したいと思います。ゼルダ無双はゼルダの伝説シリーズと無双シリーズ、2つのシリーズがコラボレーションした作品です。ゼルダの世界を舞台に無双シリーズの一騎当選の爽快なアクションで目の前に群がる敵を簡単操作で気持ちよく倒していきます。戦場で敵と戦っているのはプレイヤーだけではありません。たくさんの兵士たちに加え、ゼルダやインパなども同じフィールドで戦っています。戦況に応じて会話が繰り広げられ、プレイヤーの目的も様々に変化していきます。敵の中にはただ連続攻撃をしているだけではなかなか倒せない手強い相手も現れます。このような敵と戦うときは L ボタンで相手に注目し、間合いを詰めながら隙を見つけて倒します。ゼルダ無双にはゼルダシリーズをモチーフにした遊びがたくさん入っています。おなじみの音楽とともに爆弾を手に入れました。どうやら早速使う時が来たようです。爆弾は岩を壊す他にも敵に投げつけて攻撃することもできます。さて、ここでちょっとマップをご覧ください。敵は赤色、味方は青色で表示されています。戦場には各地に砦があり、この砦を制圧することで兵士たちの拠点が増え、戦況が好転します。この赤い帯の中が砦です。ここを占拠している敵を倒すことで砦を味方のものにすることができます。自分の陣地を広げ優勢な状態を作ることが勝利への重要な鍵となります。さあ、巨大なボスキングドドンゴが出てきました。刻一刻と変化する戦況に応じてミッションが発生し、勝利条件も変わっていきます。たった今、勝利条件がキングドドンゴの撃破に変わりました。キングドドンゴを倒せばステージクリアです。通常の攻撃では歯が立たないキングドドンゴですが、ここは手に入れたアイテムを使うゼルダのお約束。先ほどゲットした爆弾が大活躍してくれます。ステージをクリアするとスコアが表示され、お金となるルピーやさまざまな素材が手に入ります。素材の使い道についてはまた後ほどご紹介したいと思います。ゼルダ無双ではゼルダシリーズではおなじみのさまざまなアイテムが入手できます。爆弾で壁を壊す以外にも、近づけない敵に遠くから弓矢で攻撃したり、フックショットで壁を駆け上り、アイテムを使い分けてちょっと頭も使いながら敵を倒し、フィールドを探索しゲームを進めるようになっています。そして先ほどご紹介したキングドドンゴのように、あるアイテムを使うことで有利に戦いを進められるモンスターも登場します。例えばこのゴーマ、ゼルダシリーズをプレイされたことがある方なら一度は対峙したことがあるのではないでしょうか。ゴーマの弱点はこの大きく見開いた目ですが、普通の武器ではなかなかこの目を効果的に狙うことができません。そこで
この弓矢の登場です。ゼルダさながらのアイテムを使った巨大なモンスターとのバトルもお楽しみください。皆さんこんにちは。ゼルダ無双スーパーバイザー任天堂の青沼です。ゼルダの伝説シリーズのプロデューサーでもあります。ゼルダ無双にはゼルダの伝説をモチーフにしたさまざまな小ネタが仕込まれています。私からはその一部を紹介します。まずはコッコです。懐かしい映像が流れていますが、コッコはゼルダシリーズでもおなじみのキャラクターですね。なんとなく村や町に行って持ち上げたり攻撃することもできたりします。調子に乗って攻撃しつけて怒らせてしまうと、ゼルダ無双のコッコはこんな感じになっています。間違えて攻撃してしまうとゼルダ無双でも大群で襲いかかってくるので要注意です。ですが時にはコッコを味方につけることで有利に進められるバトルもあったりします。ではまた後ほど。さてここで今作において使用可能なキャラクターを少しご紹介したいと思います。ゼルダ無双ではゼルダシリーズの枠を超え多くのキャラクターが登場参戦しています。まずはご存知主人公のリンク。ゼルダ無双ではリンクはゼルダ姫が治めるハイラル王国の訓練兵という形で登場します。武器はもちろん片手剣、隙も少なく癖もないのでヒーローらしく誰でも使いやすいキャラクターです。回転斬りももちろん健在。そしてヒロインのゼルダ姫。ゼルダの伝説ではなかなか直接的に活躍する機会がなかった彼女がゼルダ無双ではプレイアブルキャラクターとして大活躍します。武器は再剣、疾風のごとき素早い連続攻撃で魔物たちを切り刻みます。剣だけではなく光の弓矢を生み出して遠くの敵まで一気に吹き飛ばします。シリーズでも登場機会の多いインパはゼルダ姫の側近として登場します。シーカー族の設定をベースに和風のテイストを入れました。インパの武器は攻撃範囲が広く一撃一撃も強力な太刀を使い侍のように立ち振る舞います。そしてこちらもシリーズファンにおなじみのシーク。インパと同じシーカー族で忍者をイメージしてデザインしました。もちろんその正体はこれはご存じない方もいらっしゃると思いますのでぜひゼルダ無双をプレイして確かめてください。シークはハープと体術を駆使しスピーディーに戦います。さてゼルダ無双では時のオカリナ、トワイライトプリンセス、スカイウォードソード、この3つの作品からゲストキャラクターが参戦します。まずは時のオカリナです。こちらはゴロン族のダルニア。巨大なハンマーを軽々と振り回して片っ端から敵を吹き飛ばす姿はまさに豪快な彼の性格を表しています。気分が乗ってくれば陽気なダンスを見せてくれることでしょう。続いてはルトです。彼女も時のオカリナから登場です。地面を水に変化させてその中に潜って移動したり攻撃したりすることができます。敵を寄せ付けないように戦う様はゾーラ族の姫の彼女にぴったりです。トワイライトプリンセスからはミドナとアゲハが参戦します。トワイライトプリンセスミドナはオリジナルの時と同様今回も何者かによってこのような姿に変えられてしまっているようです。髪の毛を自在に操って敵を掴んで投げつけたりグッと握ってパンチで攻撃します。あの自称虫さん王国のプリンセスアゲハも登場。日傘を武器にするほか大好きな虫さんの力を借りて豪快に敵を攻撃しちゃいます。さらにトワイライトプリンセスでボスキャラクターだったザントでもプレイ可能です。両手に持った極刀を振り回したりいろいろなものを呼び出したり巨大化したりとトリッキーな動きこそザントの真骨頂です。
続いてスカイウォードソード。ファイはスカイウォードソードで剣に宿る精霊としてリンクと共に戦いました。舞うような流れる動きと自らを剣に変えて敵を攻撃できるところが特徴です。不思議な喋り方も健在ですね。スカイウォードソードからはリンクを必要に追い詰めた魔族長ギラヒム様も参戦します。ギラヒムも敵としてだけではなく操作して遊ぶことが可能です。オリジナルのように多彩な剣の技で相手を翻弄し、さらに本気の姿になって戦うこともできます。そしてゼルダ無双にはゼルダシリーズに登場するキャラクターだけではなく、ゼルダ無双オリジナルの新キャラクターも登場します。魔導書を片手に戦場をかける白の魔女ラナ。今作のストーリーの鍵を握る重要なキャラクターでもあります。活発で何事にも一生懸命な女の子です。魔法の壁を作り出して押したり挟んだり壊したり、さまざまな攻撃を繰り出します。さて続いては草刈りです。ゼルダといえば草刈りとまでは言いませんが、剣を手に入れた後にまずやってしまうことの代名詞ですよね。でも草刈りも意外にバカにできなくて、ハートやルビーはもちろん、時にはなんでそんなものがと思うようなものが草むらに潜んでいることもあります。もちろんゼルダ無双でも枯れます。草刈りだけのステージも検討されたようですが、残念ながらボツになったそうです。ではまた後ほど。物語が進むにつれて新たな武器を使用できるキャラクターもいます。リンクは炎を操るロッド、ゼルダは風のタクト、ダナはテクノキ様の力を授かったタイジュなど、武器を変えると同じキャラクターでも全く異なるアクションを楽しめるようになりますので、自分のお気に入りを追求してみてください。中にはこんな武器もありますよ。もちろん各キャラクターは固有の必殺技を使用できます。多くの敵を一度に倒せる強力な技です。さらに本作では魔力解放というシステムを追加しました。魔法ゲージを貯めて魔力を解放すると、一時的にキャラクターの能力が飛躍的にアップします。必殺技と合わせてここぞという場面で使用してください。次はボムチュウです。ボムチュウはまっすぐ地を這うように進んでいくネズミによく似た爆弾の一種です。時のオカリナではボムチュウを使ったボーリングのようなミニゲームも楽しめました。ゼルダ無双のボムチュウはこうなります。ものすごく大きくなりました。これはもうボムチュウではなくボム台ですよね。大爆発です。ではまた後ほど。作品の枠を超えているのはキャラクターだけではありません。せっかくゼルダを題材にしたお祭りゲームですので、一騎当選のバトルの戦場となるステージもゼルダでおなじみのさまざまな場所をモチーフにしています。スカイウォードソードのスカイロフト、時のオカリナのハイリア湖畔、トワイライトプリンセスの黄昏の大地、
この他にもこの3作を中心にゼルダの世界を舞台にしたステージがありますので、そちらもお楽しみに。次はワンワンです。もともとワンワンはマリオシリーズのキャラクターなんですが、 2D のゼルダにゲストと言っていいのか分かりませんが、たびたび登場していました。当時マリオも作っていた手塚が面白がって登場させたのが始まりと聞いています。これがゼルダ無双のワンワンです。武器になったようですね。ではまた後ほど。登場するキャラクターたちは戦えば戦うほど成長していきます。キャラクターごとにレベルが設定されており、このレベルは多くの敵を倒し経験を積むほどに上がっていきます。また特定のモンスターを倒すと様々な素材をドロップすることがあります。集めた素材を使ってキャラクターを強化できるバッジを作成することができます。武器の攻撃回数を追加し、より長くコンボをつなげるようにしたり、必殺技の使用回数を増やしたり、薬の使用回数を上げたりと、強化できるポイントも多岐にわたります。レベルを上げたりバッジで強化することでキャラクターの能力はどんどん上がっていきます。さらにバトル中、新しい武器を手に入れることがあります。獲得した武器にはスキルと呼ばれる特殊能力がついているものもあります。特定の攻撃が強くなったり、ハートが出やすくなるものなど、スキルの種類も豊富です。このような空きスロットがある武器に他の武器を素材として合成すると、武器のスキルを増やすことができます。より難しいバトルを遊ぶほど性能やスキルのいい武器が手に入る可能性は高くなりますので、ぜひバトルと合成を繰り返して自分なりの最強武器を作成してみてください。次はこれです。ゼルダの伝説ムジラの仮面から月です。ムジラの月は地上に落ちてしまうとゲームオーバーになってしまう。プレイヤーにとってはそれは恐ろしい存在でした。ゼルダ無双ではこんな感じになっています。月めがけてフックショットを使うと、この発想はありませんでした。ではまた後ほど。さてもう一つ遊び応えのあるモードをご用意しました。ちょっとこちらの画面をご覧ください。オールドスタイルのゼルダの世界によく似た画面です。これはアドベンチャーモードというゼルダならではのアイテムを使った遊びと、ゼルダ無双本編の遊びをちょっと変わった形で融合させた新しいモードです。ご覧いただいているのはアドベンチャーモードのマップです。区切られた一つ一つのマス目はバトルのステージになっていて、それぞれにユニークな勝利条件が設定されています。バトルがスタートすると、ここからはゼルダ無双の世界です。勝利条件を満たしクリアすると、隣のマス目がオープンし先に進めるようになっています。そして一部のマス目では探索というコマンドを選択することができます。マップ上で集めた探索アイテムを使って隠されているものを見つけ出します。ちょっと昔ながらのゼルダの遊びに似てますね。この探索に成功すると、新しい武器やハートのかけらなどレアなものがバトルの勝利報酬として登場するようになります。探索でお宝を見つけてバトルでゲットです。アドベンチャーモードを進めることで使用可能になるキャラクターや、ここでしか手に入らない武器などもありますので、ぜひ挑戦してみてください。
続いてはこちらです。何か聞こえますね。正体はこれ、黄金のスタルジラです。ゼルダではおなじみのコレクション要素で、見つけた数だけいろんなアイテムがもらえます。どうやってそんなところに隠れたんだよと突っ込みたくなるような変なところばかりに隠れているので、全部見つけるのは結構大変だったと思います。もちろんゼルダ無双でも隠れています。聞こえますか？スタルシラがいる方向から音が聞こえますので、音を頼りに探してみてください。ではまた後ほど。ゼルダ無双ではこれまでの無双シリーズと同様、ご家族やお友達と2人で協力するマルチプレイをお楽しみいただけます。しかし、せっかく Wii U ゲームパッドがありますので、テレビ画面を2分割するのではなく、このようにテレビ側で遊ぶ人、Wii U ゲームパッド側で遊ぶ人と、それぞれ専用のモニターで遊べるようにしています。少し専門的な話となりますが、2人プレイ中は2つの画面を同時に処理するため、画面の解像度が縦横それぞれ1人で遊んでいる時の3分の2程度になります。ただし、その分1人でプレイしている時と同じように爽快感が得られ、ゲームプレイを楽しんでいただけるように調整してあります。もちろん1人で遊んでいる時もゲームパッドだけでプレイすることができます。ゼルダ無双はゼルダの伝説と無双シリーズのコラボレーションタイトルであると同時に、ゼルダシリーズのお祭りタイトルとして多くの方に楽しんでいただける要素をたくさん盛り込むことができました。ゼルダ無双は8月14日発売予定です。本日のプレゼンテーションは以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは最後に、ゼルダを語る上では決して外すことのできないあのキャラクターに登場してもらいましょう。本日はご視聴ありがとうございました。